にゃーいということで、まあ、今回はね、実験の方をしていきたいなと思います。大人も子供も姉さんもごきげんよう。ゴールド。はい、ということで、在任村での一日がスタートいたしましたということで、今回僕がコアラのファンだっていう体で御島に行ったら俺だと気づかれるのかっていうのをね、やっていきたいなと思うんですよ。まあ、普段はこういう感じなんですよ。世界一優しい村長です、在任村村長、そうそう。なんでちょっとこの辺も変えたいなと思います。書いてあることが一応ね、コメントの方は YouTube 見てますコアラですって、まあ、本人なんですけどね、このように変えてきました。で、まあ、この在任村と、まあ、エソソっていうのが誕生日とか順番じゃ変えられないんですけども、まあまあバレないでしょう、言うてこの辺だってよくわかんねえから。で、写真が今これなんですけど、写真も今回ちょっと変えたいなと思います。ちょっと目の色変えてくんねえか。ちょっと面白いことすっから。まあ、いつものちょっと白い青っぽいような色から変わればいいから。全然見た目、ちょっと緑になったけど全然ほぼ変わってねえな。うわー、ちょっとまあいいか。あの野郎クソみてえな仕事しやがったな。じゃ、ちょっと写真の方も撮りましょう。ちょ、これとかいいじゃん。これとかなんか、微妙。まあいいか、これで。いいだろ。え、そうじゃん、毎回写真写り悪いからな。いや、ちょっと島行きてんだけど。これで会えるかどうかが、まず、ポイントだから。よーしゃ、行くぜ。おーれー。よーしゃ、出た。そうそう。のファンが来たぞーい。これは、ファンか？あのこと知ってっかな。そこが重要だから。ちょっとこれ、なんだなんだ、こいつは。なあ、3DS の特別体験版？何を言ってんだ、こいつは。なあ。ちょっとあれは絡みづらかったな。もうみんなの輪が形成されてたもんな。エソソのファンが来たぞい。ちょっと待って。結構いいんじゃん、今回。な、今日いるな。これなんか知らなそうだな。知らなそうだな、この感じは。反応がねえもんな。もっと、ねえ。エソソって来たぞ！じゃ、ファンだ、今回は。不安です。まあ、不安だからな。不安だから。不安です。まあ、いろんな、俺の本心は不安でもあるから。ファン。ちょっとこれ聞きたいから、本音を。ね、この、やっぱ、本音ってのを聞きたいからな。本音ってのを。ちょっと、これはいい子じゃん。なあ。この、オンス。ごめんね。ちょっとどっちかわかんないけど。この子、すごい。ありがたいね。ありがたいよ。なんか、いいな。ありがてえ。好きな動画も教えてくれって。もう最高じゃないかよ。ありがてえよ。ありがとう。会えてるんだぜ。まあそうだ。誰かが帰るみたい。帰っちゃうのかな。えらった。おい、マジかよ。結構いい感じだったのに。しょうがねえな。あるからな、トイモリは。せっかくありがとうな。ちょっと本人でした。ありがとうございます。そのファンが来たぞ。おい、ヤンキーか、ヤンキーか。めちゃくちゃたむろってんじゃん、入り口前で。コンビニ前でたむろるヤンキーか。怖いぞ。俺の子知ってっかな。知ってっかな。でもこの、どうかな。なんか、みんな知らないかもしれないな。ちょっとこれは厳しいかな。なんかあんまり、反応が薄いもんな。知らねえんだな、俺のことは。まあ、まだまだちょっと俺の努力が足りてない部分があるのかもしれない。ね、認知拡大しないといけねえから。ちょっとこれはダメだな。よし、帰りますか。これ帰ろう。しょうがないな、これは。知ってるのか、お前。遅いよ。遅い。帰る手続きしちゃってるよ。ちょっと、やっちまったな。すまんな。もうちょいちょっと様子見ときゃよかったな。ちょっと俺が、過ぎたわ。ちょっとめげずに行くか。めげずにな。そのファンが来たぞい。お、結構今回もやるな。ちょっと俺は気になるぞ。こんってお金くださって名前が直球すぎんだろう。ちょっとみんな話そうとしてる感じあるから、ちょっとここで様子を見とくか。これファンですって一応言う可能性あるかな。これちげえわ。ちょっとなかなか飛び物の人口ってのも多いからな。
しょうがないね。ちょっとお金請求される前に逃げるか。エソツのファンが来たぜ。人あんまいねえのかな今回ここな。一人しかいないけど。あ、いるじゃん。外に破壊神がいるからな。あいつやべえんじゃない破壊神って。なあ。だいぶ結構危険度高そうなやつがおるぞ。ああ、でも違うそうだな。俺のソパカチェックしちゃうかもしれんな。ファンですって書いてあるからな。あの、偉い以来なかなか出会わねえな。ちょっとなんか、一応聞くかというちょっと盗み見し。あ、なんかどうでもいいか帰ろう。5時結構朝寝たな。そのファンが来たぜ。いやーなんかもうちょっと心折れそうだよ。なんか意外と男の子多いね。女の子ばっかかなと思ったんだけど、意外と男もいるな、飛び盛りな。やってんだな、野郎どもも。なあ、登録しろ登録してくれ。俺もコアラさんのファントークで盛り上がれてんだけどな。なかなか盛り上がれない。豚布やんっつってる。豚見てんじゃん、俺のやつ。登録してくれてんのかな、ありがとう。サンキュー、ごめんな、登録してくれよ、つっちゃって。なあ、登録してたんだな。サンキュー、サンキュー。ねえ、コアラさん好きなのって聞いてみようか。一瞬本物かと思ったら、ごめん、本物なんだよ。本物なの。当たってるから。うん、その読みは。バッチリ当たってる。コアラさん好きなのって。ちょっとこれはなかなかレイ君とは話が合うなぁ。熊友、レイちゃんかこれ。ちょっと待って、レイちゃんかもしれんぞ、これ。レイ君かな。熊友、売れ残りっつってみるか。最新のわらた。小文字が打てねえって、ちょっと待って。ゆゆしき事態だぞ。な、俺今までどうやって小文字打ってたんだ。それな、ありがとう。ありがとう。な、面白かった。なんか自分で自分のこと褒めるのってなかなか恥ずかしいな。面白いっすけど、な、最後ちょっと、バラしてみっか。まあ、これ以上ちょっと、会えるかどうかって結構、わかりづらいから、ちょっとバラしてみっか。まあ、ネタバレした時にどうなるかって。私、いや、俺、本人です。いやー、どうなるか。ねえ、こいつ頭おかしいんじゃねえかって思われんのか、ってなの。ちょっと待って。ちょっと、信じてくれたかな。今、撮影中です。あ、信じてくれたじゃん。いや、そうだよ。コアラ遊びのみんなはね、もうすげえ純粋なんだから。動画になるから、視聴者に、一言。どうもー。どうも、皆さん。ねえ。ね、めちゃくちゃ可愛いキティちゃんの帽子をかぶってるこのレイくんと、レイくん、くんでいいんだよな、多分な。男キャラ使ってる女性とかじゃないよな、多分。どうなんだろう。神とも聞くか。じゃあ、神とも一言、よろしく。神と俺のこと知らねえけどな。関係ねえだろうけど、まあいいよ。ここで会ったのもなんかの縁だから。ちょっと狂気を感じるけどな、神だ。お前、見ろ。みんなごめんな。ごめんな。ちょっとこういうやつなんだよ。ごめんよ。ちょっと、滑ったな。ごめん。あ、ピコハン持ってんじゃん。ピコハンくれねえかな、それ。ちょ、聞いてみっか。ちょっとそれマジ欲しいんだ。ちょっとさ、ピコハン器具ちょっと頼むか。ちょっと、マジでちょっとこれはね、見つかんねえんだ、ピコハン。やった、マジ最高やん。やっぱ持つべきものは、友だな。やったやった、サンキュー、ありがとう、ありがとう、ほんとに。ま、え、マジ最高やんけ。さすがやり込んでんだな。動画に使います、豚に。ありがとう。今日の狂ったメンバーたちを紹介してやるから、最後にみんなに。じゃあ、神とレイ、タツシだな、この男のマブダチ4人衆。今回のこれがメンバーでございます。よーし、無事帰宅。いやはや、いやはや、気分がいいですな。こちらのピコハンもいただいて、ついに俺のピコ、おれおいおい、豚は家ん中かよ。あいつ絶対防御空間の中行ってんな、クソ野郎が。どしゃ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 。親愛なる同社君、動画の視聴誠に感謝する。未だチャンネル未登録の者は左のシンボルアイコンよりチャンネル登録をお願いしたい。君が動画を求める限り、コアラズゲームショーは YouTube に存在し続けることをここに宣言する。